お世話になります。ひとりでございます。今現在ブリガロンレイドが行われていますが、そのブリガロンをワンパンする方法を開拓するワンパン研究会を配信で行っていたところ、視聴者さんからツボをつくで足パしようという提案をいただきました。これはどういうことかというと、まずアシストパワーという技はもともと威力20の特殊技で、自分のいずれかの能力ランクが1つ上がるたびに威力が20上がるという技です。で、ツボをつくはいずれかの能力ランクがランダムで2段階上がるという技で、つまりツボをつくをすればランクが限界まで上昇してない限りは、基本的にアシストパワーの威力が40ずつ上がることになります。で、特攻の能力ランクももちろん上がるので、威力が最大で862までなります。この戦法を使えば、もちろん運要素はあるとはいえ、ワンパンできるのではないかという算段です。で、実際4回目のトライで成功して、戦い方のね、実用性というよりもすごく楽しかったですので、ぜひご覧ください。ちなみに調べたことをまとめる系の YouTuber の沙央さんにも緊急参戦していただき手伝ってもらいましたので、その沙央さんの勇姿も同時にご覧ください。いきましょう。威嚇入ってありがとうございます。鉄壁で関係ない、それはでやっていきましょう。一応威嚇入ってるからもう速攻行動しちゃいました。ナイス、防御上がって、ナイス、モノマネハーブ、ナイス。モノマネハーブが強いのか、なるほどね。さっきから俺だけちょっと怖いんだけど、はい、まあいいや。とりあえず、はい、長いね、やたら。俺ちょっとやることでねえよ。これで、はい、やっていきましょう。ツボをつくで、まず自分やっていこう。はい、オッケー。みんな動いてる？大丈夫？オッケー、オッケー。動いてるね。オッケー。ナイス。甘えるやってもらって、ツボをつくやってもらって。はい。ウッドハンマー、大丈夫だが結構食らった。急所怖いぞ。急所とか言うお家やめてくれよ。ツボをつく。ラグってる。ラグってる。オッケー、ツボをつく。ナイス。ツボをつく。自分でもツボをつく。いいよ。気持ちいいよ。もう一回ツボついて、次はサイフィー系。オッケー、外れた、ナイス。回避率上がってるからね。あ、そういう意味でもいいのか。防御とかも上がってるから、これいいのか、別に。全然そうだ、ガッチリ防御とかいらねえんだ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。俺のちょっとやる時間が、ね、ちょっと時間かかりすぎ、時間かかり、俺動けないよ、俺動けないよ、オッケー。オッケー、オッケー、大丈夫か。サイコフィールド貼って、オッケー、いきますよ、そろそろ。オッケー、オッケー。はい、ツボつく、ナイス。はい、ツボつく、ナイス。はい、ウッハン外れていく、ナイス。ツボつく、ナイス。はい、気持ちいい。はい、これで、足パお見舞いしていきますんで、なんか適当な技、イケドンなりなんならお願いします。はい、イケドン、手助け来るか、手助け来た。行きます、行ってきます、母ちゃん行ってきます。ツボつくやってくれた、さらにやってくれて、足パ行け、頼む。オッケー、ワンパン、オッケー、行けました。ワンパン、ナイス。ツボつく、気持ちいい、ワンパン。指圧ワンパンってやつですね、まさにこれ。ありがとう、指圧ワンパンいけました。これこいつでいけたんだったらば、だいぶいけるんじゃないでしょう。特製バッチきた、おっしゃー、さすがアシストパワー。ということでご覧いただきましたが、簡単に育成方法と戦い方を解説します。用意するのはアマージョもしくはハリーセンで、メインの攻撃するポケモンはチャーレムです。手助けが必要な関係上、アマージョは最低1匹はほぼ必須です。本当はヤドランとかで悪巧みを積んだら特攻が確実に上がるし、まあ HP95、 防御110、特攻100の種族値で耐久面も含めてベストなんですが、みんなでツボをつくのもコンセプトの一つなので、あえてね、HP60、 防御75、特攻60のチャーレムを選んで、ロマンを求めて戦いました。で、アマージョハリーセンは HP と防御に努力値を振り、防御が上がる性格にして、アマージョは甘える、ツボをつく、手助けを覚えさせ、ハリーセンはツボをつくを覚えさせておきます。持ち物は相手が初手に鉄壁を積んでくるので、モノマネハーブを持たせておくことで、こちらも防御が上昇するので持たせておくといいでしょう。あとハリーセンの特性は威嚇だと相手の攻撃が下がるのでほぼ必須です。そしてチャーレムは防御と特攻に努力値を振り、特攻が上がる性格にしておき、サイコフィールド、ツボをつく、アシストポールで、さらに一応何かあった時のための自己再生も覚えさせておきます。立ち回りとしてはアマージョが初手に甘えるをして、ハリーセンが
壺を突くをし、2ターン目も壺を突くをみんなでして、3ターン目もチャーレム以外は壺を突くをして、チャーレムだけはサイコフィールドを張ります。4ターン目にチャーレム以外で手助けイケドン壺を突くをして、チャーレムが手助け等を確認してからアシストパワーをして、運が悪くなければワンパンすることができます。一応5ターン行動できる場合もありますが、ラグとかの問題もあるので4ターンでね立ち回るのが良さそうです。まあ本当はテラスケやイケドンサイコフィールドを使いたくなかったのですが、いろいろ試していく中でさすがに使わないと厳しかったので、少なくとも今回のレイドでは倒廃技ですし必要かと思われます。ただ今後のレイドでもタイプ次第では全然ね活用できる戦法で、まあ壺をつくポケモンの選択肢は他にもいるし、まあ1回成功した後も再チャレンジしましたが、2回で成功したので、成功率もそこそこ高く、今後エスパーが弱点のポケモンが出たらなおさら普通に使える戦法でもあります。ただ相手のバフ消し壁張りまでのターン数の仕様が変更されたら厳しいですけどね。まあ少なくともね爆風とかは、ラグとかも考えると2ターン分ぐらいしか行動できなかったので、あの回ではね、ヤドランとか使ったりして工夫しないとまあ無理だったでしょう。まあ工夫しても無理かな、とはいえすごく楽しくてね簡単な戦い方なので万人におすすめできます。特にねダブルデートで恋人同士リアルに指で壺をつきながらこの壺をつく戦法をやれば仲も深まるかもしれませんよ。まあその前に恋人と友達を生成する必要はありますけどね。